レオポルド・メトリコビッツは、イタリアのイラストレーターである。レオネット、カッピエロ、アドルフ・ホーヘンシュタイン、ジョバンニ・マタロウに、ドゥドビッチらと共に、イタリア近代のポスター美術を代表するアーティストの一人で、ある、トリエステで生まれた。父親は、ダルマチア出身の商人で、生は、メトリカビッチと綴った。14歳でウーディネの印刷会社で働き始め、そこで版画の技術を学んだ。 音楽出版でも知られるミラノの出版会社リコルディのオーナー、ジューリーをリコルディに認められて、版画家としてミラノに招かれた。1892年頃、写真製品会社で働いた後、リコルディの技術ディレクターになった。同時に演劇界に入り、スカラ座の舞台デザインや衣装デザインの仕事を始めた。1906年に医療メーカーから依頼を受けて、 商業ポスターの制作を行い、1906年のミラーの万国博覧会のポスターのコンペティションに参加し、メトリコビッツのポスターが選ばれ、ポスター画家としての地位を確立した。いくつかの雑誌からの差し絵の依頼にも応えた。1914年のイタリア映画、カビリアの映画ポスターなどがよく知られている。ありがとうございます。